おはようございます。ジラと申します。グレートドラキー最強伝説やっていきたいと思います。まあね、実はこの収録はね、グレートドラキー最強伝説、なんと2ヶ月ぐらい放置してました失踪したんじゃねとか、なんか巷言われてたんで、うるせえよって思って、今日撮ることになりました。よろしくお願いします。それは最近はですね、電車の通勤が非常に多くなりまして、電車の通勤で、まあ軽く1時間半ぐらい潰れるんですけど、その間やっぱ皆さん何してますか？1時間半なんで僕はもう多分座れるんですよ、途中から。寝てますよね。はっ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 は。なんででしょうね、あれさ。電車ってさ、思いのほか寝れるのよ。なんででしょうね。さあ、2ヶ月分にマイクマンのところにやってきました。マイクマンちょっと老けた。ちょっと老けたような顔、なんか顔を老けてるような気がするんだけど、気のせいでしょうか。2ヶ月ぶりとなってくるのでね。で、マスターランクがね、2つ、まあ、武闘家と魔物使いですよね。クリアしたことによってマスタークラスが解禁されることになりました。もちろんそんなものには挑めないので、フレッシュマンとりあえず残り3色を埋める戦いとなります。で、今回はね、魔法使いやっていきたいなと。前回武闘家ではドラキーとドラキーマちゃんだったよね。タホちゃんの出番がないんですよ、まだ。というわけで、タホちゃんの出番を作るべく最強魔法使い決定戦挑んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、モンスターバトルロードビクトリー、よし、魔法使い戦です。いやー、魔法使いかいや、魔法使い、確か鬼高校最強伝説の時にはなんかアークデーモンが頑張ってたぐらいしか思い出がないんだよなさあ、やってきました、魔法使い最強決定戦。レディース&ジェントルメン、バトルロードファンの皆様、大変長らく2ヶ月もお待たせいたしました。ここに最強魔法使い決定戦の開催を宣言いたします。魔物使いと武闘家は超えたんで、いや、まあ峠は超えてます、正直言うと。まあ、失踪しそうなところの峠は超えてるんですよね。お、モリ老けたわな、なんか。ようこそ高橋先生、ついに最強の魔法使いを決める時が来た。もうついにやな、本当にな、2ヶ月待っとったなさあ、ここに出てくるのは伸びたことね、翼です。さあ、こいつはまあね、決勝戦でね決勝戦でもう魔法しか振るってこないんで、その魔法の打ち合いに耐えれるかどうかが鍵となってくるね。さあ、1回戦。実は割と久しぶりの桃元になってしまうんですけど、これで負けたらどうしましょうかね。動画終わりますそのぐらいの覚悟でいきたいと思います。さあ、問題は来てほしい。ちょっとお前が怖いな。魔法使いのレベルは15ぐらいまで上げました。さすがにレベル1だと大変なので決勝戦を相手にするのが非常に大変になってしまうんで15ぐらいまで上げました。よろしくお願いします。武器はフールストライク、そしてタホランとドラキーマー。お互い技が変わってね、タホドラキーの使えないルガナがメラミに変化したのが非常にでかい、これ。HP もね、ミニモンスターチームも入ってるから意外とあるんだよな。いや、これはね、でかいよ。さあ、1回戦だよ。ただな、魔法使い同士っていうのは呪文の通りがまあ非常に悪いわけで、まあ祈祷師怖えし、電撃が怖えかな。敵が稲妻の剣、稲妻の剣じゃねえわ。なも何持ってんだおめえ稲妻の杖、イカ土の杖な。うん稲妻の剣なんてって魔法使い持ってたらびっくりするこっちは。行くぞ、あ、よいしょよいしょ。まあこんなもんだよな。トップの方がいいか、まあ、ベギラマか。ベギラマで来てくれる分にはまだいい。今回はね、盾も三鏡の盾、三鏡裁判官いるんで、ガードもしてくれる可能性があります。まあまあしなかったんですけど、ライダースラッシュ、爆発攻撃、まあ基本的に耐久は大丈夫だと思う。いいね、いい。2匹のドラキーが開いと身をかわす。見たい、そういうとこ見たいのよ。追いコンボ最強伝説ではね、まるで起きもしねえ連中しかいなかったからな
その代わりちょっと耐久あったけどね。さあ来た森の時が炎の呪文を使うとは何事か。メラミ行くぜ。さあはい。まあしょうがない、そこに行くのは仕方ないか。そうだね、メタルライダーも祈祷師もそうだね、そこに行くしかないわな。竜巻オーラ行くぜ大したダメージも出ねえな君たちはで今回の場合圧倒的に鬼コンボを最強伝説と違うのは会心を期待できないってことですよね。このチームって実際問題本当に会心出せるメンツって一匹だけなんですよ。もうその突風なんですけどそれがその威力の強い突風なんですけどだから会心によってひっくり返すことができない。まあ魔法使いは基本的にそんなもんなんだけどてか先に動かれまくってんな。これ次でリーサルいければいいけど。さあ、行け、竜巻！竜巻を発生させる！ウォール行くぜなんか雑なダメージばっか与えとる。まあでもリーサルいけますね、これ。グレドラリーサル決めちゃいましょうか。メラミン！いい！じゃあフールストライクして、んで、最後、グレドラキーで終わり。よし、いけるな。セイ！はい！で、同じ、さっき、見た。でもこれは見えないだろう。さあ、行きましょう。前回はすまんねえ。私はドラキーの気持ち。レッツゴー！グレッドラキー！すべてを凍らせるつもりだ！グレートフルブリザード！ゴー！イエーイ！ 302 強いわ！いや、すげえ302取ってんの強いわ。さあ、魔法使い2回戦。実はちょっと面白いことが発生します。敵もですね、ドラキーマがいて、ミニモンスターチームなんですよ。チームコンセプトがほとんど全部一緒なんですよ。ドラキーマはいるし、ミニモンチームでさらに HP が上がってるし、なんか似てるんだよね。うん。大きく違うのはこっちの装備が圧倒的に有利なこと。ドラゴンローブと魔導士のローブじゃ全然違うからね。まあでも、その分性能もちょっと変わってくるんだけど、どうしよう、突風の方がいいか？突風で行くか。で、あとドラキーマが子守歌を歌えるんですよ。両者とも。両者ともともドラキーマが子守歌を歌えるんですよね。だから子守歌が悪さする可能性は全然ある。あー、竜巻ね、それはダメだね。主人公にね、竜巻ぶち当てたいな、こうなったら。今回向こうがつけてる聖堂の盾はもう何ら意味をなされんようなもんなんで。さあ、三日神の盾持ってます。却下しましょう。却下してくれない。で、メラミが、これいいよ。これベビーサタンに行くといいダメージ出るんじゃない？せーの。はい！おい！オッケー！いい !260 出てるの十分だ。よしよしよし、十分。いいダメージ出てるよ。竜巻。見た。さっき見た。なんかね、同じ HP やし、同じようなチームやし、やってることも同じやし、で、避けよう！あー、避けないしか。これ、どうする？ここ地味に鬼門だぞ、なんか。トップ！うおら！うん、そう、トップが強い。なんか知らんけどトップ強い。なんか知らんけどトップが強いぞ。似たようなことしてるけど。HP も似てんな。試合が動かねえ。どうにかしてこの試合を動かさなきゃいけねえな。一手で。一手で動かすと言ったらもう大会モードでおなじみのグレートドラキー召喚で動かしたいなとは思ってるところだけど。さあトップ行くぞ行けトップおりゃ竜巻。いやもう一外しで差がついちゃったじゃん。こっち避けねえしよう。やばいよこれ。タホランちゃんは今回ね、すごい頑張ってくれると思う。メラミで。いや、強いよ、メラミ撃てんのは。羽ばたき！せーの！おい！同じ。いや、一打点振りと。一打点こっちが負けてると。で、まださすがにグレートだけ圏内じゃないんで、これはもう、行きましょう！仕掛けましょう。さあ、2ヶ月ぶりの、収録。久しぶりのさ、つぼずり合いっちゅうのも。ま、感覚は忘れてないぜ。見せてやる。はい、ここよ！おお、いいねー、いいねー。ウォーターホールで、ウォーターホール、ウォーターホール、ウォーターホール。
いいね、感覚忘れてないんだね。よーし、感覚忘れてない。2秒の感覚を忘れてない。さあ、このターンで倒されることがなければいいんですけど、ないでしょう。さすがに大丈夫でしょう。お、いい、いい、余計よしよし、帳消しになったな、これで。子守歌を歌ったー。違うんだよ。お前もかよ、もう。おー、よし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 。で、起こすんだろうね、バギーで。おい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 。起こしに行くんじゃねえ。え、どうしましょう。まだまだ待ちたいところではある。これ、勇気勝ちを素直にした方がいいかも。グレートフィザード効かねえもんな、ベビータンに。ドラキーマにもベビータンにもそこんなに効かないから。ただ問題は、この選択のせいで、死んだら笑うぞ、俺は。ちょっと待って、やめて。マグマとかでさ、痛恨出てさ、そのままさよならバイバイとか言うのやめてね。危ない。マジで大丈夫だな。大丈夫だ、大丈夫だ。安全圏、安全圏、安全圏。安全圏、安全圏。安全圏、安全圏。よし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 。危ない、危ない、危ない。俺は行くぞ。コモリュータじゃ。全然聞いていません。で、突風して。行くぞ、おら。よし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 。グレートフルブリザードの剣のとどめでもいけるね。よし。普通に勝った。いや、ここワンチャン鬼門だった説あるな。で、普通に言ってもここは鬼門なのよ。まったく似たような光景を見せやがって。さあ、空からパッチョアタックいきます。いけ、パッチョ。うおー。最後はパッチョアタック。さて、準決勝。ここを勝てばシードになるんで、だいぶ気持ちが楽になります。勝ちたいところですね。まあ、ただ、相手が超絶運ゲー仕掛けてくるタイプなんで、毒針持ってやるかも、こいつ。まあ、大丈夫だと思うけどな。なんだったら職業相性は発動してないようなもんだし、発動してないし、まあ、怖いのは、急所好きポンポンポンとか、甘い息で寝かされるとか、そのあたりかな。まあでも、さすがに、いけると思うんだけどな。怖いのが、一番怖いのが悪魔進化のベギラマまであるからな。普通にやってれば。さあ、フルストライクでね。とりあえず夜の帝王にはだいぶいいダメージが出るんじゃないですか。はい。よいしょ。まあまあ、安定の受けられ方してるな。まあ、主人公に安定の受けられ方をしていくと。竜巻性の、おい、いいね。アーカンにはやっぱ効いてるね。よし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 、いいよいいよ。そこ、これ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 。これが素直になんか怖い説もある。まあでも、威力はそんな高くないはず。大丈夫だね。威力そんな高くない。そんな高くない。大丈夫だ、大丈夫だ。さあ、来ました。運ゲーの始まりです。嫌です。運ゲー、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 運ゲー。いったー、いったー、いったー。バカ野郎、このバカ野郎、やりやがったな、お前。やりやがった、お前。お前、やったわ。急所好き当てやったわ。めったに当てえもん、やりやがって。やべえぞ、これ。ワンチャン普通に負けあるぞ。どうする？聖女の盾でしか持ってんの。とりあえず負けない。ここは負けない。もう絶対負けない。ここ絶対負けない。どうする、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 どうする。コモリュータ？コモリュータ行く？竜巻行く！竜巻行く！強気だね！強気だね！いいね！これワンチャンうまいこと、タフォランスフィニッシュで行きたい。避けろ！避けれる！よしよしよし！でかい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 ！よし、でかいぞ！バギーを捉えたー！あ、これだったら、アーカンが、もう、まあ、氷そんなあれやし、グレートオートルキーで狙いましょう。狙いましょう、狙いましょう。お、却下。よしよし。狙います。狙いましょう。あれ大丈夫だよね。ああ
やべえ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 、なんかの間違いで、なんかないか、やばいか、なんかくそ、素早さ下げても仕上がらない、素早さ下げても仕上がらないって、やばいよ。え、お、え、嘘嘘嘘嘘嘘、さすがに2度目はねえだろ。なーい2度目はねえよ、さすがに。うん、クロスウィング避けよう、うわ、避けろ避けろ、ダブラトク避けろ、よしよしじゃねえ、よしじゃねえ、どうしよう、あ、そうだ、いけ、3体うちどれ、誰か1人でも動けばいける、きたーきたー、忘れた頃にやってきたー、最終奥義バギークロスがあったよっしゃ、危ねえ最終奥義じゃん、まさに白熱の準決勝でしたね。いや、もうどっちに傾いてもおかしくなかった最後に必殺技を打ったっていうね最後にまさかの必殺技があってよかったいや、必殺技なくてなかったらやばかったよ、本当に。緊張させないでほしいな、本当だよ、緊張したのこっちだ、こっちなんだあの急所好き、なんだ719って、ふざけんじゃねえよ。さあ行くぞ、のび太、一発で突破してやんよ。さあ決勝戦の翼です。魔法使いらしいチームを使ってきます。本当に非常に魔法使いらしいチームを使ってきます。さあこれはきついな、ワンチャンこれ魔法トーンも怖えまであるからな。さあどう突破しようね、これ。二つの大会を制覇したことによって、相手のレベルが引き上げられます。なんで、武闘家は後回しにしちゃうと、レベルが75とかいう変態的なレベルになっちゃうわけですね。魔物使いも99という変態的なレベルになっちゃうんですけど。だからその関係上、僕は毎回毎回魔物使い武闘家を先に優先してやってますね。縛りの関係上ね。で、今回は、魔法使いが50なんですけど、非常にまあまずいが、こうやって、こうなるんですよ。わかりやすい。わかりやすい。ダメージレスで負けちゃうんです、これ。これ見ればわかるんですよ。めっちゃダメージレスで負けます。どうするかっていうと、三鏡の盾装備してるんで、却下するしかないです。よし!踊る宝石には竜巻が通る。だから突風でもワンチャンいいまである。これは効くかな、せーの、よいしょ、そうだな。で、メラミってこれ誰に行くんだ、アンクルフォンか、アンクルフォンか、うん、せーの、はい、あー、そうだな、うん、これ非常にまずいです。ドラキー軍団は回避率が売りだって言ってんのに、絶対命中の呪文で飛んでくるっていう時点でもうきついです。で、このターンにされるのはメダパニーマですね。この場に、このターンメダパニーマが飛んでくるんですよ。防ぎようがありませんので、そんなものは防ぎようがありませんので、さあ、お前らの自覚だ自覚足んねえな、こいつら勝負は流れるようにね、負けていきます。なんか負けの方向へとね、レールを進んでおりますが、聖女の盾持ってるってのもね、やだね。グレートフルブリザードは特技だからさ、普通に辛いんだよな。魔法トーンで来てくれたが、それどういう扱いになるんだろう。タホラン、あ、大丈夫、タホランがかかってないなら大丈夫。タホドルキーが魔法トーンかかると本当に何もできなくなっちゃうんで、トップの絵、なんでそこ行く、うわ、やっぱりなそれはなんでそこ行くってマジで思ったもん。これは当然やるしかねえな。どうするこれ。バギーマンは大丈夫。バギーマンはまだ安定。三鏡になってて、こっちもガードしようぜ。却下、よし、
これやばいな、2倍差ついてんぞ、HP 差が。とりあえず、翼で勝って、子守歌で寝かすしかねえか。はい、ここよ！オーケー！オーケー！つばぜりの感覚は失っていねえ！この高揚感がたまんねえ！よし！オッケー！ただ問題はだ。まだ問題が山積みだ。バギーを唱えたバギーを唱えるな、いちいちそこで。うわぁ！魔法トーンか。まあ、でもダメージを食らわないという点では、それでもいいか。あ、キーマちゃんならオッケー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 。さあ、どうしよう。子守歌。そうだね。眠らせるつもりだー！はい！だこれはきついなー。削りは絶対無理だよなー。削り無理。奇跡の逆転を狙う子守歌で寝させるしかねえ。これ。割と本当に勝ち筋が子守歌じゃ、おーし、魔法トーンだ。ああ、もうお前、ハルカンの魔法トーンにか、あタオドロキーが、これタオドロキー、これまずいっす。あ、メラミもまずいっす。タオドロキーが何もできなくなりました。呪文しかないんで、だって。頼む子守歌、せーの、うわ、よし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 、まだ動いてないな、あいつ。あー、何もできない。うわー、ザーこれ、次のターン耐えないといけないの。え、次のターン耐えないといけないの、よりによって。まだ耐えないといけないの？避けられてるがな。ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってな。キーマちゃん、キーマちゃん、キーマちゃんにかかったな、これ。まだ耐えれる。まだ耐えれるぞ。ダメージレスで素直に負ける。これは。あ、三日組裁判官。よしよしよし。キーマ、キーマ、キーマ。よしよしよし、来た来た、眠らせろ、コウモリ歌、せーの、はい。あ、全然効いてねえ。おお、これワンチャンあるか、これワンチャンあるかも。匠が、匠翼か翼かわからん、もう忘れたけど、お前が魔力上昇を選べば、魔力上昇というポンポン、やばやった、あいつやった、あいつやったわ。入念な準備をしている、入念な準備をしたお前の負けだ入念な準備をしたお前の負けだやったいけー、隕石パッチョここでとどめの、とどめの一撃、パッチョの登場です。勝ったー危なかった。なんで勝ったの？なんで勝てたの？これ。だから、音の宝石で魔法トーンを引き続けて、魔力上昇を引いて、っていう、あれだね。運だね。そうだね。いや、勝ったなぁ。いや、でも、正直無理だって。ダメージレースで勝ちようがないんだもん。ダメージレースで勝てない相手だから、もうそうするしかなかったよね。うん。クソ、負けたが、魔法使い自信あったのに、最後の最後でお前は入念の準備をしていたんだよ。メイドの土産に教えてやろうみたいなことやってたんだよ。逆転続く逆転でしたよ。本当ですよ。相手が油断してね、メイドの土産に教えてやろうなんてね、言ってる場合じゃないんですよ。その間にこっちは覚醒したんですよ。よかったー。翼がポンコツでよかったー。